最近話題になってる浜辺の浜辺のシンフォニー？あ、そう、見た。試写会でもう見たけど、もしかして私と一緒に見たかった？見たかった。なんで浜辺のシンフォニーなんて知ってたの？ちょっとね、映画好きなんだよ最近。
川地方の空模様です。今夜は南の地北の風、晴れ時々曇りで、宵のうちは一時雨か雷雨の森岡地方気象台午前9時発表の内陸地方の天気予報をお伝えします。ユキトレーディングの早見です。あ、平林です。じゃあちょっと店の方へ。よろしくお願いします。ちゃんと野菜食べてるの？ああ、トマトジュース飲んでるから。トマトジュースだけじゃダメよ。アメリカ土産のビタミンも飲んでるし。ほうれん草とか。ほうれん草か。元気出しなさいよ。元気だよ。ねえ、私の父が言ってるハリに行ってみたら？本当の中国人がやってるの。え、ハリ？何でもやってみなさいよ。アメリカンフットボールのためじゃない。すいません。はい。戸部さん。どうして連絡してくれなかったんだ。こんなところでそういう話は。じゃあ今晩にでも話し合おう。お願いします。仕事場なので。ここで待ってる。
何時間でも待ってる。お疲れ。あ、お疲れ。よかった。みんな練習来てくれない？ありがとうございます。没关系。え？大丈夫？大丈夫？元気に。あ、はい。
トムヤム君をトムヤムちゃんにできないか。何やってんのこんなとこで。ご無沙汰してます。ここで働いてます。あ、そう。次郎ここのパン好きだったのよ。はい。いつから働いてんの。つい最近です。お待たせ。どうしたの。さっきのラストシーンだけどさ、ちょっと描き方が甘いな。どうしたの、そんな言葉使って。いいだろう。私はあれでいいと思うけど。そうかな。
どうして私ちゃんと話し合わないからだよ。僕は探偵のように君を探してばかり、仕事もろくにできないんだ。頼むからちゃんと話してくれ。頼むから。大丈夫ですか先輩。大丈夫大丈夫、しょうがないよな。やろやろ。その説のことは感謝してます。過去にこだわってないで、もっと前を向いて生きていかなきゃしょうがないだろう。そうしてます。僕が見ている限りそんな風に見えない。ほら、こんなにみんな寂しい顔してる。
皆さん、ああ今日は皆さんお忙しいところありがとうございました。おかげさまで無事に周期済ませました。本当によく来てくださったわね。お店忙しい？東京で映画を見るのは今日が最後かもしれない。え？最後の記念写真、父の仕事でオーストラリアに行かなくちゃいけないの。ずっとか？相当ずっと。なんで残れないんだ？そういう流れだから。流れ？英語好きだし。
ねえ、春は女の人を感じさせるとき、まずどこを責めるの？なんでこんなとこでそんなことを聞くの？ちゃんとスキンなんかいつも持ってんの？僕たち今会ったばかりだよ。風俗だったらおかしくないでしょ？今は風俗か。ねえ、いくら持ってきた？3万円ほど。なんでそんなこと聞くの？なんでそんなに持ってるの？お金持ちなんだね。何使うつもりだったの？何に使うつもりって。私は6,000円。ねえ、3000円くらいで買い物ゲームしようか。買い物ゲーム。190円。100円。160円。
そうですね。あそこら辺も温泉がかなり出てきましたんで、多いですね、最近は。なんだ、食べてなかったの？もう早速食べましょう。ねえ、本当はいるんじゃないの？パソコン通信はテレグラじゃないんだからね。こういうとこよく来るのか？初めて。なんでそんなもんに僕を誘うんだ？初めての時は初めての人としたいの。ねえ、今彼女いないのにどうしてんの？どうしてんの？こういうとこでする質問じゃないだろ。アウトドアセックスってやったことある？あ、こんにちは。こんにちは。
ませんか。踊りましょうよ。いや本当に大丈夫大丈夫、踊ろう。どう、ここの冷麺。東京の冷麺はちょっとね。盛岡のはうまいらしいね。おいしいよ、よく知ってんね。盛岡行ったことある？行ったことあるもないもん、私盛岡だもん。僕から逃れるために職業変えてるのか？いろんな仕事をやりたいだけです。一つのことをやり遂げることも大事だ。実は僕、北海道に飛ばされることになった。旭川が。函館ならまだ近かった。本当は嫌でしょうがないけど、一つの仕事を男はやり遂げたい。頑張ってください。何を頑張るんだ？君のことばかり考えて仕事が手につかなかったからじゃないか。私も死んだあの人のことを考えて仕事が手につきません。だから僕は心配してるんじゃないか、彼の親友として。でも彼のことを忘れさせてくれる素敵な人に出会ったんです。本当ですか？本当です。
新発売のトムヤンクンスープです。辛くてとても美味しいです。どうぞ。新発売のトムヤンクンスープです。どうぞお試しください。どうぞお試しください。新発売のトムヤンクンスープです。辛くてスパイシーでとても美味しいですよ。どうぞ。いいですか。やっと二人だけになれた。こちらでよろしいんですか。ここでいいんです。他の方は気を利かして後で来るんでしょう。心配しないでください。僕はルールをわきまえない男じゃない。私に何か。森岡プロジェクトの山上です。僕は独身です。結婚しようと思ってた人がいたんですが、事故で亡くなりました。それ以来僕は恋もしていません。それくらいその人のことを愛してたんです。今でも僕は思い出を大切にしています。思い出とともに生きているんです。でも僕は結婚しなくてはいけない。父から身を固めないうちは事業を継がせないって言われてるんです。見合いとか恋愛とか僕にはもうできない。僕の思い出と同じような思い出を持ってる人と互いに交わずに一緒に生きていきたい。それが僕にとっての結婚です。あなたと僕とはうまくやっていけるはずだ。結婚前提にお付き合いしてください。すがアメフトやってただけに華奢に見えていい体してる。はあ。でもね、男は体だけじゃダメだよ。はい。こうやって休みの日を一緒に過ごしましょうよ。もし結婚できたら。結婚のことはともかく忘れてください。まだ考えてませんから。ボクシングとか釣りだったら誰とやっても関係ないでしょ。嫌いな奴とでも一緒に来れる。
嫌いではありません、山上さんのこと。そんなこと警察に言っちゃいけない。前の彼が聞いてますよ。どうしてローズはいつもやらしいこと言うくせに僕と愛し合おうとしないんだ？愛し合いたいの？愛し合いたいよ。だって言葉だけでどこまで裸になれるかが勝負なんだから。そんな勝負いつしてくれって言ったんだよ。ともかく春はダメ。体の関係になったら情緒的になるタイプだから。今の関係がいいの。兄と妹みたいで。妹のパンツ何度も見てんのに何もできないのが兄貴でしょ。兄貴が欲しかったんだ、姉だけだから。僕も妹が欲しかったよ。でしょ。兄貴になるような気がしてたんだ。じゃあどんな結婚がしたいんだ。ちゃんと考えとかないと。若さと美貌だけで調子こいてるとずっこけるぞ。なんか食べ物の店やりたいな。うまけりゃさ、多少小さくても客来るし。いいパートナーいないかな。Thank you.
思い出を持った二人が同じ立場で一緒に生きていかれるならばとも思ったんですけど、それは間違いじゃないかと。なぜ？僕らの距離感は最高だと思うけど。私は自分の思い出を消してくれる人と一緒にやっていきたい。思い出を消してしまう？そんな残酷なこと僕にはできない。ですからもう付き合いはやめましょう。好きな人でもできたんですか？お付き合いしてたら好きな人もできません。残念だな。また思い出ができてしまった。お仕事頑張ってください。心から応援してます。本当に残念だ。これね、はい、教授に返品しといてね。はい、わかりました。店長、どうしてトムヤム君がココナッツミルクに？君のせいじゃない。いろいろ事情があるんだ。がっかりするな。あ、店長、電話です。あ、じゃあ。请多多关照。嗯，很好很好，莫一改，请多多关照。请多多关照。是是是，多多。多多。この请というのはまあどうぞ何々してください。英語で言うと please という意味ですね。じゃあ私の後について大きな声でお願いします。请多多关照。はい、どうぞ。ビーフカレーください。はい。すいません。はい。マスター呼んでくださらない？
久しぶりじゃないか。ねえ、どうして白衣が好きなの？汚したいから。黒いパンティー入ったらドッキリするから。ねえハル、一人で何してんのよ。どうぞ。そういうこと言わないと挨拶始まらないわけか。照れよ照れ、都会的ってやつ。彼ができたんだろう。わかる。わかるよ、照れなんて理屈つけてるから。そろそろ起きた方がいいんじゃない？はい。すいません。どうやって知り合ったんだ？パソコン通信。味最高だし、マスター褒めて世間話するために閉店後会って、歯医者紹介してやって、でそこに私がまたいたと。一刻の無駄も私はしない。それでやらしいことしたのか？そっちの味試しはまだ。そうか。何安心してんの？絶対やるよ。結婚するんだもん。僕はどうせ兄だよ。彼を自分にしたかったわけだな。何それ、自分にしたかったって。お待たせしました。あ、こんにちは、はじめまして。 こんにちは、はじめまして。おいしいですんで食べていってください。来週の練習試合はランニングプレイ重視してるんですか？はい、はい、こ
まあ、それでうちは今吉岡の調子がいいからもう吉岡のパスが多くなるだろうと思ってるだろうしさ、この間なんかそれで4回立ちダウンかけたんだな。おっす、お疲れ様。お疲れ様です。来週入ってくる来週進むケースの件ですけど、これは一番はどういう意味なんですか。おかえり。ただいま。あの人も一緒なんだ。あの人も？いけないか。うん。おい、出てこいよ。こんばんは、あの人です。はじめまして。マリハナ優子です。あ、こんばんは。はじめまして、三つ江です。三ツ矢の今夜なちょっと話あんだ。
我们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 一起一起一緒に何をする一起一起そしてご飯を食べに行く去吃饭去吃饭很好很好去吃饭去吃饭そして最後にどうですかいかがですか怎么样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 了很好啊是我我们一起去吃饭怎么样ごちそうしてくれますかもちろん楽しみです これはカーだよこれはカーだもんじゃあねこれはコリアなんだコリアなんだじゃなくてコリアンダコリアンダカラオケで何歌う今あカラオケ最近行かないんだよ私昔何歌うけど私ああ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 あ
味しい。美味しい。好吃。ここ行かなくていいの？あの人と一緒でしょ。まあ冷やかしに行くかな、明日でも。これモデブ内蔵？いいね。ゆか、パソコンやってるの？その彼とはね、パソコン通信で知り合ったんだ。素早いわね。どうしてパソコンやってることを黙ってたの？姉のやることを覚え、姉より活用できるようになるまで秘密にしておく。何でもそうじゃない、私は。カラオケに行きました。今日取引先に連れられてカラオケに行ってきました。ダメよ、勝手に見ちゃ。ハルって同じ人かな。知ってるの？映画フォーラムの人よ。うん、映画フォーラムの人。ゆか、なんてアンドルメインにしてるの？私はローズにしてるんだけど、なんでハルがここにいるわけ？
んか。ただいま婚前旅行から帰ってきました。それはともかく彼と旅行行く前に実家に帰ってびっくり。私のお姉ちゃん春とメール交換してたんだもん。もしもし、なんだって？いたの？お姉ちゃんがなんだって？なんで私と捨てるなんて書いちゃったのよ。そういうノリってあるだろ。メールには自分だって何もしてないのにやらしいこと書いたりするだろ。だって私のお姉ちゃんだよ。考えたらどう？そんなこと知らなかったよ。知るわけもないし、知ってたらそんなこと書かないよ。うん、なんで書いちゃったの？いや、そりゃ日常一般のこととかさ、悩み事とか、うん、そういうことだよ。じゃあ問題ないじゃん。うまい。この味を覚えたらもう逃げられないよ。逃げないわよ。Thank you.
ちら様でしょうか。您是哪位？您是哪位？您是哪位？
ちゃんは絶対ハルの好みだから焦ったりしたらダメだからね。やらしいこといきなり言ったら嫌われるからね。
Call